赤込み文字は、一つまたは、複数の文字を、あるいはなどの図形記号で囲った記号である。通常、白抜き記号の中の余白に文字を書くが、などの黒い記号。多くの場合は特定の単語の一字を使用し、該当の単語を表す。野号に使用される囲み文字の例囲み文字は日本語では、古くより用いられ、古くは野号などとしても用いられた。 囲み文字として野号に用いられた記号は、丸、四角、ひし形が多い。また、その野号をもとに称号が決められ、そのまま企業名となっている会社も多い。現在でも、テレビの番組表や電話帳などでは、領域が狭いため頻繁に用いられる。日本語以外でも、丸に c の著作権記号や、丸に r の登録商標記号は多く用いられる。 丸に数字を書いた丸数字も頻繁に用いられる。詳しくは丸数字を参照。実装方法には3種類がある。通常の文字のように符号点が割り当てられればアプリケーションレベルでの対応は必要なくフォントにさえ入っていれば表示することができる。1バイトコードでは7ビットコードの ISO IEC646 には囲み文字はなかったが オーブン用8ビットコードの ISO IEC 8859から1ではコピーライトとが採用された。日本語の2バイト文字コード規格である g i s x 0 2 0 8には囲み文字はない。一方で実際に使用する用途は多いため、革命ー,ーでは独自の拡張を行い外事として囲み文字を実装した。 NEC が採用した外字には囲み文字は少なかったが、Apple が採用した外字には囲み文字が多く採用された。JISX-0213 には、それらの囲み文字の一部及び、色波順の最初の7字、IT とは重複するため全部で25字が採用された。ユニコードは、レガシー標準に含まれていた囲み文字のほとんどを採用した。囲み文字のためのブロックには、 以下のものがあり、また他のブロックにもいくつか囲み文字が収録されている。文字放送やデータ放送などでは囲み文字が多く用いられるが、文字放送などを目的として電波産業界により定められたアリブ外字には多くの囲み文字が表されている。このアリブ外字は GISX0208 の外字部分に規定の外字を実装している。アリブ外字に対応したフォントはいくつかの フォントベンダーより販売され使用されているほか、フリーでダウンロード可能なフォントもある。ワードプロセッサやワープロソフトでは、特定の文字を囲んで、囲み文字処理をすることにより、丸などの図形との合字を作成できる。マイクロソフトワードでは、囲い文字と呼ばれる。アプリケーションの対応だけで済むが、アプリケーション間の互換性は乏しい。g s x 0 2 0 8の古いバージョンでは、 2から94が合成用丸だった。しかし実装が普及しないまま廃止され、現在のバージョンでは単なる大きな丸となっている。ユニコードでは合成用丸、合成用四角、合成用ダイヤ、合成用三角などが、記号用合成用ダイヤクリティカルマークブロックに合成用文字として収録されており、囲まれる文字の後に続けて使う。ただし、合成用文字全般に言えるが、 アプリケーションとフォントの双方が対応しないと実装できず、実装されていても自然な表示になるとは限らない。ユニコードには、50までの数字、ラテン文字、カタカナ、ハングル、いくつかの漢字、いくつかの数学記号などの囲み文字がある。丸数字も参照、ドルトンの記号、編集番組表に使われる囲み文字については、番組表記号を参照。このか。 様々な丸囲み文字が曜日や法人種別などの略記として使われる。これらのいくつかは丸カッ文字でも同じ意味を持つ。ありがとうございます。